はい、サイドポジションからで十字今日はやりたいと思います。まず、相手視界を抑え込んで、まあ、脇差して枕取れているこの状態から、枕取ってる方のこっちの手外してもらって、こっちの、まあ、肩直接持ってもいいし、まあ、襟を持ってこっちのどっちでもいいんですけど、相手をしっかり起こしてもらって、しっかり90度あるように起こしてください。そしたら相手の頭またいでしっかり60度に来るようにします。でこっちの足しっかり背中沿わせるようにしてもらって、ここまで来たら相手の膝のあたりから上手に回って、そのままこっちの方に座り込んでいきます。座り込んだ時にこの足を引っ張ってしっかり上向かすような感じで、ここまで来たらこの腕ぶら下がるようにして伸ばしていってもらって、で伸びきったら最後直接腕を持ってもらって、しっかり手首で中で回転しないように、回転すると決まらないんで、回転させるようにしっかり握って挟んで、腹から突き出して、もう一回いきます。ラッチさせて、枕取って、この状態から枕の手を離して、手を起こして、6時の位置にしっかりです。これ掴む理由としては、これ掴まずにそのまま行っちゃうと、まあ、取れなくはないんですけど、こっちの方にバーッとこう走って逃げていくというので、こうやって走られる時あるんで、なんでこれ走らせないためにズボンを掴んでおくと、走って逃げようとしてもこれ引っ張ってるんで受けるんで、でこのままこれ引っ張ってきて、こっちも近いと最後の流れでやっていきます。今日は以上になります。